陶器ってやっぱりずっとやってると、ね、嫌になるんじゃないけど、やっぱりもう一遍こう見返そのプロセスのちょっと見返すっていう感じがあって、でまあいろんなことやったんですけど、陶器は例えば、ね、焼かなくてその土はそのままできれいとか、で焼くのでも違うものを焼くとかね、それいろいろなったんで、やっぱり考えてみると何が好きやったかっていうと、やっぱり物が変わるって好きだと思うんですよね。木を焼いて真っ黒にしてっていうのは、防災の武将やから営業祭なんじゃないかなと思いますよね。自分では日本出したくないんだけれど、見る人は見るとやっぱり日本的やなと思われますよね。そういうこともあるし、反対日本でやったらなんかちょっとね、ちょっと変わって大陸的やなとか 言われるか、もう真ん中みたいな感じになってしまいますよね。